いつもお世話になってます、立花です。今回なんですけど、世間はすっかり節分ということで、久しぶりのコロちゃんドッキリ企画、飼い主が鬼になったらコロちゃんは一体どんな反応をするのか、あーということで、今回はものすごくリアリティのあるお面を裏ルートで入手してきたので、そちらを使ってコロちゃんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。をしよう。お前も鬼にならないか。お前柱だな。鬼にならなければ殺す、ということで、コロちゃんは飼い主が鬼になってもいつも通りでした。素晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならないか。鬼はちょっとお前、柱だな。いらんよ。鬼にならなければ殺す。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。インスタのストーリーで2月に見たい動画の企画を募集したところ、節分の企画をやってほしいというのが多かったので、今回は節分っぽい企画を撮ってみました。あとダントツで多かったのがバレンタインデー企画ですね。お父さんはバレンタインはどんな企画がやりたいとかありますか？お父さんは